こんばんは、6月6日7時、第293回しゃべくり真っ白の時間になりました。今日の真っ白の天候は曇り、温度は28度ぐらい、それから湿度は 40% ぐらいで、昨日梅雨入りしたということですが、大変過ごしやすい一日だったのではないかと思います。ニュースとしましては、天皇皇后両陛下の52年ぶりの植樹祭で長野県に、おいでになりました。また田中大和君の事件とか、東京都知事の問題とか ありましたが、スポーツ関係では北信出身の塚田洋次さんという方が日本ゴルフ選手権で優勝したなど大変おめでたい話がありました。それでは今日のしゃべくり松代を生放送でお送りしています。今日のタイトル、大紫の保護をから始まった小生物環境プロジェクトの皆さんにおいでいただきました。会長の杉山秀樹さん、茂樹さん、事務局長の小林正史さん、会員の毛利信弘さん、松代自治協の立場でもちょっとお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず毛利さんに大紫の方で、このクラブが関わってるんですけども、自治協との関係、また長野市との関係、ちょっとお話をお願いしたいんですけど、よろしくお願いします。はい、それでは、日に焼けた3人組で申し訳ないんですが、私一般の会員、プロジェクトの会員であると同時に、松代自治協議会の教育文化支援委員会の方も預かっているものですから、その関係をお話をしてみたいと思います。昨年飯山育三さんから長野市が寄付を受けまして、竹の入りの大紫の繁殖地がですね、非常に日本でも有数の繁殖地だということを聞いてまして、長野市から松代自治協議会が、その管理運営をですね委託され、自治協議会の我々、一時部門なもんですから、私どもの教育文化支援委員会の方で、それを管理しろというところで私の方に回ってきたわけであります。で、長野市では大変貴重な極小なもんですから、一般の人やそれから小学生中学生たちの学習林としてこの林を管理してほしいということでありましたので、私どもの方で長野市のガイドラインに沿ってですね管理してを今年から始めたところであります。ただ我々教育文化支援委員会という部門も皆どちらかというと高齢者ばかりでありまして、若い人があんまりいないもんですから、私どもだけではとても管理運営のですね手が回りません。そこでこういう大紫に前からですね関心を持たれて、この林を管理されていた小林さんや杉山さんにですね協力をしていただいて、小生物保全、プロジェクトですが、これを作って、一緒に管理運営をしていただいています。そんなことで、今年もまたこのプロジェクトのメンバーの人たちと一緒に、我々も活動を続けていきたいというふうに考えています。以上ですね。はい、ありがとうございます。それでは毛利さんのお話で、大体の市と自治協との関わりはお分かりいただけたと思いますけども、杉山会長さん、これからの、いろいろなこのクラブとしてやってきたことをやっていくこと、いろんなことをちょっとお話しいただきたいんですけども。はい、杉山です。よろしくお願いします。
私大紫に関してだの関してだけお話しします。あとは小林さんにお任せします。まず竹の入りを中心として私たち大紫を増やしていきたいと思っております。それについては3つ大体大きな仕事というか作業をしたいと思っております。第一は大紫のための環境整備です。下草を刈ったりつるを切ったり藤鶴九蔵葉のつるを切ったりする仕事を去年は行いました。それから2つ目は学習林としての役目を果たすためというかの小中学生の観察会、一般の人の観察会、それを3回ばか行いました。それは結構皆さん出席していただきました。それからあと3つ目は私たちの勉強のため山梨県の北杜市への大紫センターへ研修旅行に行ってまいりました。それは非常に参考になりました。それともう一つ写真家の栗田先生をお招きして講演会を一般の人のため私たち自身のためにも行っていただきました。簡単な説明ですが大紫のためには去年それを行いました。大紫センターでこう今写真の、右側にあると思いますけども、なんかこのなんかここで大紫を飼育してるんですよね、このハウスの中で。そうですね。我々の活動とはちょっと違ってどんなことを感じられておりますかね。いや、去年私たちのところは発生が少なかったので、まあ、ここはなんていうか安定感があるとかそんな感じでしたね、飼育センターの方は。そうですよね、網で囲ってちゃんと外敵に幼虫を食べられないようにしたらとか、そういうせいもあるんでしょうけど、完全に保護されてますんでね、かなり安定感のある環境でした。そうですね、はい、分かりました。ところで小林さん、事務局では大変ご苦労されておりますが、精力的に活動され、仕事もまた、大紫以外で忙しくなっているわけなんですけども、そこら辺の全般的なお話をよろしくお願いします。大紫については、先ほどお二人の方からいろいろとお話しされておりますが、あそこの場所は生息地が約2兆部、周辺部が約5兆部含めて管理を任されております。国鳥大紫、あれだけの生育地は全国的にもそうはないと、随一だと。これは写真家の栗田貞夫さんが全国を回って歩いておっしゃっておりました。貴重な場所であります。これらを中心にですね、先ほどから何遍もおっしゃっておりますが、学習林として子どもたちにぜひあそこを環境学習の一環として、使っていただきたいと思っております。それからその周辺にですね、用水路にメダカが生息しております。これは日本メダカってですね、DNA 調査やったところ昔から日本にいたメダカだと。今そういうことで非常に希少なメダカで、これを大事に管理していこうと、保護していこうということでやっております。それからもう一つですね、あそこには江戸彼岸と桜が自生してますね。約15本ばかりあります、現在と。それでおそらく真四島以外の周辺、長野市見てもあれだけまとまった自生地はありません。非常に貴重な場所で、7月の3日か4日頃からソメイヨシノの咲く前にまず花を咲かせます。この江戸彼岸は高遠の小彼岸桜は皆さんご存知だと思いますが、それの親戚の桜でございます。それから
この桜を今苗作りやっております。この苗はあと 2,3 年後には皆さんにお分けできる体制に入ると思いますが、将来は開通城址を含めた真っ白を高遠をしのぐ桜の名所にしたいという夢を持ってやっております。合わせて現在今年から新大工学部の学生6名がこの環境学の勉強に今年から参加しております。非常に若者が来ると年寄りが元気になりまして、非常に私ども楽しみになっております。以上です。私からは、まあ、今、桜のお話ありましたけども、今この映像が出ていると思いますが、左上がその種を取った木ですよね。それで右上が同じ桜の花ということで、これ参考に入れておきました。ちょっとこの木の桜元の木 の, さあの花の咲いたのがちょっと今見当たらなかったもんで、この代わりに同じような花を植え入れておきました。それから右下ののが種で、これ洗って、これを鉢の中へ、カワスナと混ぜて、半年間ですかね。半年間、ね、はい、半年間で芽が今これが出始めたところなんですよね、この左下のが。それでこの今この畑植えたのがこの左上、これ右の方は私清水がちょっといくらか残した種を育てたやつです。で右下が、畑で大きくなって今30センチ以上になってきてるはずです。でこれが今左下が、全部で結構1000本以上は十分あると思います。そんな状態です。それでは皆さんにいろいろこれからこのクラブでやりたいこととか、いろいろ持っていることとかあると思いますけど、その辺を毛利さん何かありましたらお願いします。そうですね、やはり、コヒガン桜も、江戸彼岸ですか、江戸彼岸桜も大変綺麗で素晴らしいんですけれども、やっぱり何といっても、大紫の保護はですね、私は関心がありまして、やはり何とかこれをですね後世に末永くですね伝えていくような、でいつでも毎年見れるような、そうですね、そういう場所になってくれればいいなと思ってます。昔はかなりたくさんいたんですけど、ね、あちらこちらにねいたようなんですがね、木が大きくなったのがどういうふうにこう影響していくか、ちょっとね見守ってみたいところですけども、はい、杉山会長さんはいかがですかね。はい、私は竹の売り自身が真っ白にとってすごい宝だと思っています。大紫もそうですし、そのえのきが700本もあるっていうところもそうです。メダカ、それから日本タンポポがあり、秋に入れって長野県ではほとんどない木が20本近くあります。だから本当のホットスポットって言葉がありますけど、あそこは本当に貴重な場所だと思います。その一つ一つがこうどっかにもしあったとしても、その一つだけでもすごく立派なものなんですけど、それがあそこには5つまとまってるんです。大紫、江戸彼岸、メダカ、日本タンポポ、秋に入れ、その一つ一つが全部どれをとっても多分長野県でも有数なもんだと思っております。だから非常にあそこは大事な場所です。だからこれからも皆さん、それこそ皆さんで守っていってもらいたいと思っております。そうですね、会員もできるだけ多くなって、こうみんなで保護できればいいですよね。小林さんはいかがですかね。まあ、私とすれば、事務局とすれば、現在会員が30名おるんですけど、ほとんど高齢者集団でございまして、これを次の世代につなげるような形で保全をしていかなきゃいけないという課題があります。これは私も非常に悩みです。ぜひ若い人がこれも参加してもらいたいと
そうですね、先ほどちょっとベンチの話もあったんですけど、ベンチ入り口のところに、寄付してもらったり、して5つぐらい備え付けてありますので、またあそこら辺行った時は皆さんご利用していただきたいと思います。から、じゃあその辺でじゃあ、今日は、いろいろな大紫の、お話をお聞きしたり、また、いろいろな、希望とか人員も増えてほしいということですけれども、とりあえず我々が活躍したり、動いて、あと若い人にできるだけつないでいかなきゃいけないと思いますので、どうぞまたよろしくお願いいたします。今日は皆さん、いろいろありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、清水さん、今日は緊張してましたね。久しぶりだからね。まあ、たまにはいいね。パーソナリティから一番緊張してね。そうそうそう、はい、でも中身いいお話だ、うん、ね。すごいね、東城に緊張してます、うん、そんなにいいの、ね、白鳥までいるってさ、ね、これも少し PR してさ、ね、勉強させなきゃいけないね。皆さんお願いします、ね、はいはい、ということでお知らせを、はいはい、ですお知らせなんですが、はい、寺町商家でね、はい、これはね、なんて言うんだろう、うさとの服って展示会をねちょっとやるですよ、はい、ちょっと初めてなんだけどね、これね17日からね19日の間、9時からね17時までっていうのでねちょっとやりますんでね、これも寺町商家で、ぜひね見に来ていただきたいなというふうに思います。それとですね、大室古墳のね見学会、これもねやります。これはね18日の土曜日、集合ね9時半から、これ大室古墳でね、やっていただいて、素晴らしい、だからね、あそこはもう500基ぐらいあるっていうから、その中のほんの一部見ていただくとね、やっていただきますんで、よろしくお願いします。ぜひ参加してください、はい、ぜひどうぞ、はい、はい、で、来週、今度は宮坂さんだね。あ、はい、あ私だ、はい、じゃあ何をしよう、お話しします、何をしま何をするの、あ、読んでんの、いやいや、ちょっと慌ててたからね、はい、読まなきゃ分かんないんですよ、はい、豊坂小学校の、ね、はい、校長先生、今年から、ね、うん、新しく来られたんですよ、うん、で倉井先生で、うん、豊坂小学校の取り組みについていろいろね、あそこの小学校もね、うん、山の中だけどね、いろいろやってるんですよ、水上さんのちょうど裏だね、そう県内でね、うん、コミュニティスクールっていうのをやってるんですよ、うん、で豊坂小学校では桜とかですね、いろんな地域の人とね、いろいろな活動をしてると、うん、いうようなことで、今日俺喋っちゃいけないからね、明日、明日じゃない、来週ね、校長先生、お伺いすると、いろんなお話を聞けるそうですよ、うん、特にね、ほら桜の道沿いに綺麗な、あるじゃないですか、有名でしょ、あのね、桜について、うん、あとね、中身的にはね、体育館今、建て替え工事中じゃないですか、あ、はいはい、でね、防災センターともね、あ、そう、一緒になる、そう、でね、素晴らしい構想があるみたい、うん、そこら辺もね、お話しいただけるんじゃないかと、あ、そうですか、こんなに思ってます。じゃあ楽しみ、そうなんですよ、はい、じゃあ来週は、はい、宮坂さんがパーソナリティです、そう、はい、豊坂小学校の校長先生、そう、迎えてね、そう、やるっていう、そうです、はい、じゃあ皆様、はい、来週のしゃべくりバチロー、どうぞお楽しみに、楽しみに、また見て。